ノエビアスタジアムで、開催されている夏祭り、渡岬ふれあい夏祭りをさせていただきます。いただいてます。今日はなぜここに来たかというと、渡岬チャンネルも開設して早3年、登録者数は、300人の2倍、600人になったので、さすがに渡岬ではもうみんな知ってるんちゃうかなということで、意識調査っていうから知ってるか調査に、来てみました。まあ、一応みんな知ってると思うんですけど、一応渡岬チャンネル知ってますか、ダイナマイト知ってますかというのでちょっと取材していきたいなと思います。それではちょっと行きたいと思います。まあ、今回は夏祭りのポスターどこに何が出ているかっていう、なんていうレイアウト地図っていうんですかね、が出てますね。まあ、しっかりしたポスター作ってますね。誰が作ったんでしょうね。これ作った人、だいぶセンスあると思います。じゃあ行きましょうか。結構多いな。子供たちに聞きたいですね。というか、もうむしろ今来た時点でこう、うわーって人だかりになってくれるのかなと思ってるけどな。さすがに甘かったです。目立つように歩きたいと思います。浮いてる感じなんで普通に行きたいと思います。大丈夫ですか？いいですか？和田岬チャンネル。うわー、知ってました。一組目、知ってました。マジで知ってます？友達があのオープニングの歌で、オープニングの歌、オープニングの歌、和田岬とともに、あ、もう、あれで言ってください。めちゃめちゃありがたいことでございます。カウンって大丈夫？目だけ、目だけ。あ、目だけ隠して。いや、よかったですよ。どのやつ面白い。見たことあるだけで、見たことある。あ、いや、もうこれ機会に、見たことあるけど、見たことなかったです。これ機会にぜひ一回来てもらいたい。はい。渡辺さんの方から見てみて。はい。はい。ちなみにやね、いきなりやってみるけど、こればかりがすごい。3、2、1、ダルマイ。なんか聞いたことあるダイナマイト。芝居ときましたね。芝居ときましたね。ダイナマイト。あ、これね、こうやってやってるやつ、紹介してみたら出てくると思う。あ、じゃあ見ます。これ俺ら動画流れてることは？そうだ、まあ、明確に動画出てる。やったー！この明確に出てる。え、じゃあ俺の顔、下げありがとう。はい。なるほど。むちゃくちゃありがとうございます。読みときます。あ、ありがとう。まだ見てないですね。はい。さよなら。いや、まさか一組目から、知ってるっていうだけで、ちょっと微妙な返事やったんで、ちょっともう一回行きたいと思います。ちょっと歩いて。子供たちが意外に少ないかな。向こうのなんか可愛い兄弟来てみるかな。おじさんと思ったら、だんじり、だんじりの会出てもらった。あ、どうも。何でしたっけ？平井みのりさんでした。あ、どうも。今日参加されとったんですね。あ、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、体験会してますので、よろしくお願いします。だんじりの体験会もやってるみたいな。はいはい。この生中継ですね。いや、これをね、今のどんだけ和田岬チャンネルを和田岬の人が知ってるかっていう、なるほどね。調査ですよ。はいはいはい。あの、裏は和田岬チャンネルもなんかあるっていう。裏和田岬チャンネルは、わかりました。ありがとうございます。変なおじさんかと思ったら、だんじりの方で。あ、どうですか？あ、YouTube です。大丈夫ですか？和田岬チャンネルは知ってますか？
ませんでした。これも知らん。3、2、1、全然わからんかったみたいです。ママ痛い。ドン引きされてるんですけど大丈夫ですかね。いや結構広いな。広く撮ってますね。場所いいですね、この祭りは。この人の多さはまあまあすごいですね。大人の方に聞いてみましょうか。大人の方はちょっと今暇してそうな小学校がちょっとこっち行ってみますね。すいません、突然の質問ですが、はい、YouTube やっても大丈夫ですか。はい、質問しますね。和田岬チャンネルは知ってますか。なんとなく、うん、なんか一年にはなんとなく。意外にっていうのはちょっとあれかもしれない。知られてないですね。じゃあね、ちょっと。ということで、よく聞いてきたんですけど、そろそろ最後一組ぐらい聞いて行きましょうか。じゃあちょっと聞いていきたいと思います。同じ人にいても。ここ。これもこれ。モバイルバッテリーやってた。こんにちは。今ね、和田岬チャンネルっていうのをみんな知ってるかどうかっていうのを確認するっていうので回ってますけど、もちろん和田岬チャンネルは知ってます。ほんまに？知ってます。ちょっと嘘かもしれない。ちょっとチェックします。3、2、1。誰も知らん。誰も知らんす。ちょっと待て。3、2、1。ダイナマイト。やっぱりまあみんな知らない、まだあんまり知られてないということで、これから頑張りたいと思います。行きますね。3、2、1。ダイナマイト。ありがとう。で、これ YouTube だけど、出ても大丈夫ですか。大丈夫。出てくれるみたいな。ありがとう。じゃあちょっとまだまだ修行が足りないということで修行させていただきます。すいません。